YouTube の視聴数が全く伸びません。うつ病寸前です。川村です。今日は昨日投稿したナックの紹介動画の補足みたいな内容です。昨日の動画ではナックで Android Studio のエミュレーターを動作させてみたんですが、動作が重くて使い物になりませんでした。じゃあ最新の CPU である Ryzen 5の3600ならサクサク動くのか、それがちょっと気になったんで、今日はこの Ryzen 5のマシンで Android Studio の Android エミュレーターを実行させてみたいと思います。というかアイドル時に NAC の10倍の電力を食うくせに、 NAC でちょっと重たいソフトがサクサク動かなかったらね、もうスクラップですよ。ぶっ壊しますよ、愛を込めて。どっちみちこれまで通り端末デバッグするんですけど、それだと自分が持っている端末でしかテストできないんで、エミュレーターも動かせた方がいいですよね。自分の場合は無料アプリですし、個人の範囲でやっているんでまだ許せるとしても、会社の場合だとそうもいかないと思います。エミュレーターで端末特有の不具合をある程度把握できれば、やっぱりそれは便利なんですよ。私の家族のある Android 端末をいちいち購入する資金なんて僕にはありません。こちらが今日検証する Ryzen 5を搭載したマシンのスペックです。ポイントは Android Studio のエミュレーターが GPU を使うかどうかなんですよね。 NAC がオンボードなのに対して Ryzen の方は 1660Ti ですからね。 GPU 使ってくれれば間違いなくヌルヌルのはずだと思います。まず Android Studio を動かす前に今のプロセス状況を見ておきましょうか。こんな感じですね。 Chrome とキャプチャーソフトで 2-3% くらい CPU を使っている状態です。まあこの辺はね、別に許容範囲ってことでこのまま起動したままにしておきます。メモリは 40% くらいですね。相変わらず Chrome はメモリ食いますね。やっぱり 32GB にしておけばよかったです。まあとりあえずこの状態で検証したいと思います。 Android Studio を起動します。バージョンは現時点で最新の 3.5.3 です。まず仮想デバイスを作成します。NAC の方で作成した Nexus 5X に合わせたいと思います。2015年に発売された端末なので結構古い端末ですね。これにした深い理由はないんですけど、プレイストアがエミュレーター上で実行できるらしいんで、とりあえずこれにしておきました。で実行しようとしたらここで積みました。どうやらエミュレーターを動かすには HAXM が必須となるらしく、 Ryzen だとこれがインストールできないんですよね。で調べてみたら WHPX なるものがあるらしく、Ryzen の場合はこれを入れればいいみたいです。なので今から入れてみたいと思います。 WHPX を使うためには要件があって、コマンドラインからシステムインフォを実行して、表示されたハイパー V の要件が全てハイになっていることを確認します。問題なければ Windows のメニューから Windows の機能の有効化または無効化を実行します。この画面でハイパー V とWindows ハイパーバイザープラットフォームにチェックを入れれば WHPX が有効となります。チェック後は一旦 PC を再起動します。 WHPX を有効にしたので、先ほど作成した Nexus 5X を動かしてみたいと思います。ダメでした、動きません。エラーの内容を確認したところ、システム環境変数に Android SDK ルートを設定しろと出ていました。NAC の方では設定しなかったんで変だと思ったんですが、とりあえず SDK のパスを環境変数に設定して再度実行してみました。それでもダメでした、エミュレーターが動きません。 Android SDK ルートに正しいはずのパスを設定しても、結局エミュレーターは起動しませんでした。どうやら Windows のユーザー名にマルチバイトを使っていたのが原因だったようです。Windows 開発においてユーザー名に日本語を使わないことはある意味常識なんですよね。それを分かっていながら最初にユーザーを作った後に、まあ大丈夫だろうと、そのままにした自分を思いっきり殴りたいです。愛を込めて。というわけでローマ字で開発用のユーザーを作成して、再度そちらで確認したいと思います。ローマ字ユーザーでログインして仮想デバイスを作成済みの状態まで持っていきました。改めてエミュレーターを起動してみたいと思います。今度はあっさり動きました。やっぱりユーザー名が原因だったようです。気になるレスポンスですが、確認した限りではサクサクでした。特にベンチは取っていませんが、普通に操作する分には問題なさそうです。 Android のエミュレーターがサクサク動くなんて未だかつて初めてです。試しに自分のアプリも動かしてみましたが、サクサク動きました。起動もすごく早いです。
なんか初めてライゼンにしてよかったなと思いました。ただやっぱりマウス操作だとスクロールが面倒だったりするんで、普通に開発する際はこれまで通り実機でやりたいと思います。テストやユーザーからの問い合わせなどで端末固有の確認をしたい時とかに活躍してくれそうです。以上、検証の結果、Ryzen 5の3600と GeForce 1660Ti の構成だと Android Studio のエミュレーターはサクサク動くということが分かりました。この動画が良いと思った方はぜひグッドボタンをお願いします。うつ病寸前です。